16世紀の宗教改革時に起こった製造破壊運動によって顔面を破壊された教会の彫刻、イコノクラスムとは宗教的に崇められる画像を破壊する運動である。製造破壊運動とも言う。キリスト教で有名なイコノクラスムには東ローマ帝国におけるイコノクラスムと宗教改革時に西ヨーロッパで起こったビルダーシュトルムがある。場合によってはイコノクラスムといえば 東ローマ帝国において8世紀から9世紀にかけて行われたものをお得に指すことがある。偶像破壊というと、キリスト教の運動を中心として言うこともあるが、包括的に宗教的な偶像の破壊を指すこともある。また、講義では、政治的な目的を持った象徴の破壊も含む。EN、ビサンティニ・イコノクラスムも参照東ローマ帝国のイコノクラスムは、 8世紀から9世紀の東方教会において製造の数計が皇帝により禁止され製造を破壊した運動を指す。東ローマ帝国内を二分する争いになったほか、西方のローマ教会はこれを非難し、イコノクラスム論争が起こった。イコノクラスムは終局的には第7全地公会において異端と断じられ、東ローマ帝国地域でもイコン数計は復活した。 今日では、西方教会よりもむしろ、東ローマ帝国の旧半島の教会伝統を継承した正教会において、イコンが盛んに描かれているが、その神学的正当性の論拠は、イコノクラスムの時代に再確認、かつ強化された。第22回ラコ会議を描いたイコン。17世紀に描かれた。モスクワのノボデビチ修道院、所蔵726年。 シリア出身の東ローマ皇帝レオーオン三世は、遺婚数計を禁じる直令を発した。これには、旧約聖書の盲セの十回に挙げられている、偶像を作ってはならないが、根拠とされた。しかし、この直令は、帝国の小アジア側や一部の聖職者、知識人には支持されたものの、古代ギリシア文化の伝統の残る首都、コンスタンティノポリスや、帝国のヨーロッパ側の国民、 および一ンの政策に主として携わっていた、東方教会の修道士たちの猛反発を招き、文化的、政治的な問題も絡んで帝国内部を二分する大論争となり、帝国のヨーロッパ側では反乱まで起きた。この対立は、元来、オリエントの宗教であったキリスト教がギリシャ化していく中で発生したものであった。レオオン三世が、この時期に製造禁止令を出した理由は、 明らかになっていない。コン数形が復活した後、製造破壊派の著作などは異端の書として破却され、現代に残っていないからである。レオオン三世の時代より以前からコン数形への疑問や批判は出ており、他にも火山の大規模噴火などの天災、偶像を否定するイスラム教からのキリスト教に対する批判などが要因として挙げられているが、 未だに定説となるような理由は見つかっていないのである。レオーン3世の息子コンスタンティノス五世は、これに反対するものを容赦なく弾圧、処刑したが、論争は収まらなかった。一方、製造をゲルマン人への不況に用いていたローマ教会も、この決定を非難するとともに、それまでコンスタンティノポリスに送っていた税の支払いを停止し、これによって、 東西協会の対立が決定的となった。結局、787年に、コンスタンティノス5世の息子レオーン4世の皇后、エーレーネーが主催した第二二回野皇会議によって、コン数計の正当性が再確認された。その後、東ローマ帝国では、815年にも、再び製造禁止令が出された。しかし、すでに小アジア側でも、 製造破壊への指示は低下しており、大きな運動にはならず、結局遺恨数計が復活した。製造破壊論争によって、すでに4世紀から文化的、政治的に亀裂が生じつつあった東ローマ皇帝、コンスタンティノポリス総主教とローマ教皇の関係は、決定的に悪化した。800年には、ローマ教皇がフランク・オーカールをローマ皇帝に退官し、 東ローマ帝国から完全に自立したのである。一方で、東ローマ帝国内では、製造制作者の拠点で大土地所有者でもあった、修道院をコンスタンティノス・五世らが徹底的に弾圧した結果、修道院領が没収され、皇帝領となった。これによって、皇帝の権力基盤が強化され、古代ローマ帝国後期から始められた皇帝の、 先生君主かが完成へ向かうことになった。このため、そもそも製造破壊運動自体が修道院勢力を弱体化させるためであったのではないかとする研究者もいる。製造破壊運動の焦点は、製造の使用がキリスト教の教義と違敗するかどうかにあった。論点は大きく二つに分けられる。まず製造使用が偶像崇拝に当たるかどうかであり、第二に、 製造仕様において、神を描くことが可能かどうかである。詳細は、イコンを参照カーバ神殿の空像を破壊する、ムハンマド政治的、思想的な崇拝の対象であるものや象徴となる、ものの破壊。個人のイコノクラストによって、政治的な動機をもって行われる場合もあれば、フランス革命のアンシャンレジーム関連の象徴破壊の、ように、体制の崩壊とともに全体制の象徴の、 破壊として大々的に行われる場合もある。ありがとうございます。